渡辺壮さんも4月14日第7節の北九州戦以来のこの J3 の出場です。この夢の島競技場でした。運んでいってスルーパス、裏を取る、シュートだFC 東京 U23 先制。前半20分の平岡の先制ゴール、米本からのスルーパスでした。